はい、おはようございます。なおです。興奮しすぎててもうやばいんですけど、今日ほぼ貸し切りですね。これキングフィッシャー大田原市にあるキングフィッシャーに来ました。こんにちは。今日はここでトラウトを釣っていきたいと思います。トラウト、そしてバスですね。落ち着いて釣りをやります。なるべくネットを拝借いたします。よっしゃ、来た。よっしゃ、ナイスフィッシュ。よっしゃ、早速釣れました。いやー、気持ちいい。フレッシュな。来た。よっしゃ。うん、あ、まあいい方。お、マジ見た、飛び出た。今飛び出たよ。ほらほらほら、よっしゃ、うん、ナイスフィッシュ。跳ねてるとこ。あー、バラした。いいサイズ。でかくはないか。よっしゃ。よし、走るね。よし、40センチぐらいの、35か、いいサイズの
トライトが釣れました。はい、赤金のね、ミノーでレインボートライト釣れました。ナイス。はい、どうも、なおです。今回は大田原市、栃木県大田原市に位置する、管理釣り場、トラウトとブラックバスの両方、まあ、結構珍しいですよね。この両方の、2種類のね、魚種が狙えるルアーフライの専門の管理釣り場の方に行ってきました。結構ね、キングフィッシャーさんにはお世話になっているんですが、今回は4月、半ばのキングフィッシャーということで久々に行ってきました。この時期はですね、トラウトは、まあ、うまい人はバンバン釣られると思うんですが、スタッフさん曰くちょうど水のこう入れ替えというか、水温がアンバランスで地下水 の, その調整がこ う, うまく、魚とマッチしてないみたいなことをおっしゃってましたね。そのせいもあってかヤシオマスとか、イワナとかをね結構釣りたくて、ミノーとか、まあ、いろんなクランクベイトとかで誘ってみたんですが、釣れる魚はトラウトばかりという結果になりました。ただ、動画でちゃんと映ってないんですけどね、小型のトップウォーターとかで、ポツポツね釣れたので、嬉しかったです。そして、次回、ブラックバスの方をね結構ガチでやってきました。トラウトはね、まあ釣れたらいいなぐらいのかなり軽めな感じでやったので、今回の編集も軽い感じで、作りましたが、このねバス4月のね、動き出す時期に一体ねバスどんくらい釣れるのかっていうのをキングフィッシャーで体を張ってやってきました。体を張ったっていうのは、今ねちょうど腰痛になってしまいまして、どうやら釣りのしすぎというか休み一切せず昼飯も食べずに釣りをしていて、魚のランディングする時の前傾姿勢がどうやら腰痛になりやすいらしく、そのせいで腰痛になってしまい、今日は温泉に行ってまいりました。そういうことで、ちょっとやばいんですけど、次回、バス釣りの動画を出しますので、お楽しみにしていただければと思います。それではもしこの動画が良かったら、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまた。どうも、なおでした。